フェアプレーは、アメリカ合衆国の競争場、及び、シュボバ。競争場として、ローレンスリアライゼーションステークスなどの価値案を持ち、シュボバ入りして、多くの実績馬を輩出した。特に万能王の父として有名である。1956年に、アメリカ競馬殿堂入りを果たした。ベルモントパーク競馬場の創設者としても知られる、大馬主オーガスト・ベルモント2世の生産。 所有した馬である。1907年に2歳でデビューを迎え、同年はフラッシュステークスなどのステークス競争勝ちを収めた。しかし、この年にデビューした同期にコリンがおり、プロデュースステークスやメートロンステークスでの対戦では大きく離されての2着に入るのが精一杯であった。年が明けて3歳、王道路線に進路を取ったフェアプレーは、やはり、 コリンと対決せざるを得なかった。ここでもコリン相手に先着することはできず、初対決のウィザーズ・ステークスでは2羽審査の2着、大一番のベルモント・ステークスでは頭差で勝利を逃した。その後コリンは故障により引退、結局最後まで土をつけることはできなかった。その後の3歳ボバロ戦においてフェアプレーは最後の大競争であった。 ローレンスリアライゼーションステークスで優勝。この他にもブルックリンダービーなど7勝を挙げるに至った。しかし、それでも3勝しかしていないはずのコリンの影響力を拭い切ることはできず、フェアプレーはこの年はいずれの年度代表馬表彰にも選出されなかった。1908年にニューヨーク州が賭博の禁止条例を打ち出したため、 数多くの競争馬が別の競馬開催地へと疎開していった。フェアプレーも1909年にイギリスに移り、同地で競馬を続けたが、故障もあって全く活躍できず、その年限りで引退した。引退後はアメリカに戻り、1910年より種ボバとして第二の馬生を送ることになった。最初のうちはあまり大物を出せなかったが、1917年に、 生まれたマンノウオが2歳から大活躍を見せ、1920年には、その圧倒的なパフォーマンスにより、フェアプレーを着たアメリカリーディングサイヤーの座に輝かせた。種ボバとしても、マンノウオ系と呼ばれる流れを形成し、後世に多大な影響を残すことになった。細々ではあるが、マンノウオを通した、フェアプレーの不景は、現在においても続いている。マンノウオが特に有名ではあるが、 この他にも、ステークスカチューマを何等も出している。ジョッキークラブゴールドカップステークスを連覇したマット・ハター、1926年のプリークネスステークス優勝場のディスプレイ、1927年のベルモントステークス優勝場のチャンスショット、つなぎが速歩競争の電動場フェアマウントなどがいる。これらの活躍場によって、1920年の他にも2回、リーディングサイヤーになっている。 このほか、フェアプレイ3区の牝馬、スロー・ピングは、日本に輸入されて、星富の繁殖名になり、後に、久吉事件の当事者となる、久吉を生んでいる。1924年に、ベルモントが亡くなると、ジョセフ・アーリー・ワイドナーが、フェアプレイを買い取り、終わりの住みとなるエルメンドルーフフ・ァームに移された。1929年12月、フェアプレイは24歳の時に死亡した。 意外は、牧場内に埋葬され、その墓の上には、フェアプレーをかたどった、等身大の銅像が建てられている。1907年10戦3勝、フラッシュステークス、モントークステークス2着、プロデュースステークス、メートロンステークス、ホープフルステークス1908年16 0 7勝、ローレンスリアライゼーションステークス、ジェロームハンディキャップ、ブルックリンダービー、 コニーアイランドジョッキークラブステークス2着、ベルモントステークス、ウィザーズステークス1909年6000円で賞。ありがとうございます。